久しぶりですね、この感じ。ああ、帰ってきた。いや、懐かしいですね。なんかあのタイトルコールで、そうそう、あ、こんなんやったって今もうスッと思い出したわ。いやー、なんかね、なんでしょう、もう結構経ってるんですよね。あのね、何度か不死鳥のように蘇ってきたこの歌プリ放送局なんですけど、2014年1月に最終回を迎えて、ここでもう終わったと思いました。もう二度と復活せんだろうと思ってたら、僕は思ってました。4年ぶりに配信、そんなんあります？すごいですね、4年ぶりですよ。びっくりですね。なんかオリンピックみたいですね。そうよね、オリンピックがこち亀の日暮らしからね。どっちかだよね。そうですね、すごいわこれ。いやー、ね、まあ、でも何があったのかちょっと探っていくと、うん、ちょっとわかんないんですよ。そうね、2019年、うん、劇場版歌のプリンス様マジラブキングダムが公開されると。そうですね、まあ、それに向けて挿入歌がこう作られたりしてますし、うん、ファンミーティングがあったりするから、うんうん、ラジオもついでにやれみたいな。なるほどね、うん、もうこの際だからもう全部復活してしまおうぜみたいな。ついでだよ、ついでね。だからそれを盛り上げてとかいうことじゃないの、ついでにラジオもやってみるみたいな。なるほどね、うん、ただあのほら今までのラジオって、うん、あのアニメの放送に合わせてそのそういう話もしてたじゃないですか。そうそうそう、やってたんですよ。今どうしましょう。ないもん。だから俺と下野のダダ喋ってた。多分これね、本当フラットゲスト来る可能性あると思うんですよ。あるよ。だからそいつらとのダダ喋り、ダダ喋りですよね、うん、そうですよね。なんもなんもないもん。縛りなし、歌プリって言うときから、オープニングにドラマがあって、あの歌プリ放送局って言った後も何やっても OK。まあね、いやでもファンの皆さんもね、待ってましたから。待ってましたね、多分ね。なんかそれがね、あの証明されるかのように、うん、名誉がずっと読んで